すまん。修復は不可能って勝手に自分で線引いて諦めちまってた。お前には教えられたぜ。ミク。あの女の子、誰？女の子？射的やってた子。幼馴染で。好きなの？異性として。友達です。そっか、ならよし。これを聞くのもずっと我慢してた。我慢なんだ。そんなこと俺に遠慮なんてすんなよ。うん、分かった。じゃあキスしたい。え？遠慮するなとは言ったが、今の流れでなぜ？ごめん、返事は後で聞くね。たとえどんな越えられない壁が現れても、自分を信じる限りどこまでも進んでいける。